remaining. Trinity, you're welcome. ドン。はい、ヨットさん。早く寝てくれ、こいつら。やばすぎる。本当に頼む。早く寝てくれ。あれだ、KO アカウント変えてるわ。こいつプラチナ1だもん。アカウント変えてるわ。うわ、キモ顔。やべ、フレンド送っちゃった。バンサル、でもフレンド送ったらあれですよ。一緒にバンサル。インキューチェックできるじゃないですか。これで VDK もフレンドだからっつって巻き込みバンクだったらマジウケるな。それはマジじゃない。それは LINE やったらマジで俺抗議するぞ。このゲーム他のゲームと違って拘束時間長いから C に出会ったらなかなか不快だな。長い。違うゲームだったら一瞬で引き殺されて次いけるじゃないですか。いや確かにな、それはマジであるっすね。よく考えたらこのゲームマジで不快な時間長すぎる。うわ、気づいたらめっちゃムカついてきたわ。速攻サレンダーしたらいいんじゃないか。そこで気づいちまったら気づいたらめっちゃムカついてきたな。だからできるだけあのなんていうの、死骸長引かせてヴァンガードが発動して赤い検知来たらあの無効になるんで粘ってはいるっすけど検知しないっていう。それだったら普通にあれでいいんじゃない、サレンダーしたらいいんじゃない。でもあれですよ、このゲームってあの試合中にチート検知されたら無効になるっていうやつがあるんで。でも来ないじゃん。まあもうまあ来ないけど、まあヴァンガードは機能しないっていうことで2分の0カウンターストライク中盤されてたからな。1試合目はね、俺も来てくんねえかなってちょっと期待してた。僕も期待しながらマイラウンド通報したんですけど、2試合目はもう期待してなかった、ね、それなんか戻るゲームがあるじゃないですか、バーンされたら、聞いたことない俺。意図的にないな。なんか確かシージとか戻るんじゃなかった。思わないっすね。あ、シージはバーンされたらポイント戻るらしいっす。戻してくれよ。業者いないのはまだなんか健全だな。エペとかなんかすげえ全チャットですげえ販売してる VC とか流してる人いませんでした？あ、昔はいましたね。今はいないですけど。PUBG もあったな。PUBG もいたね。入った瞬間にオープン VC で。中国のアナウンスみたいな入ってた。何だっけ、機内販売って言われてたっけ？機内販売。そう、スタートが飛行機から始まってそこで流れてるから。ビーゴアチキンのノリでチート打ってくるのやばいな。なんか一緒なんか数字喋ってんだよ。値段か分かんないけど。おもろ。バロって分かりづらいんだよな、出発系だから。普通に上手い人はやっぱ、うん、当ててくるし。